皆さんこんばんは。ちょっと鼻詰まりな感じのキノッピーですけども、ですね、この番組はね、今日で1周年を迎えます。はい。なんだかんだ言ってね、ほんと鼻声だな自分でおかしいけど、なんだかんだ言ってね、月に2回番組やってますけども、今日で1周年ということで、本当2022年の2月2日20時から2が6個重なってるっていうね、何かまあ、なんかあるのかなとか思いながらね、番組を、始まりまして2月に。で、今日2月1日ということで1周年とさせていただきまして、はい。で、今日はね、スタッフからね、お祝いだってことでね、このなんだがね、わからない。ね、アルコールをいただきましたんで、後で今日のね、ゲストさんと一緒に、乾杯させていただきたいと思います。はい。それでですね、2月1日、はい。僕の方はまだ後でいいですね。紹介はね。はい。2月1日、今日2月1日はですね、虎の日、テレビ放送記念日、匂いの日というような日らしいですね。はい。まあ、虎の日って何かって言ったら、千里を行って千里を帰るため旅立ちに適してる日だと。で、みんな旅立ってもしょうがないんですけども、お金をより、呼び戻すと、そういうような日らしいです。今日呼び戻す前にもともとがなかったら呼び戻すものもないと。まあね、そんなね、現実ですけど僕のね、はい、呼び戻すんじゃなくて、引き込むという形で取っていきたいですね、本当に。はい。まあ、だから財布を買うのにもいい日らしいです。今日は。はい。今日はと言いながらもうあと数時間で今日終わっちゃいますけども、まあ、そんなね、1周年に、ふさわしいね、今日はゲストをね、お呼びしてますけど、後ほどですね、またご紹介させていただきます。はい。僕の、紹介になりますけども、僕の番組が第1、第3水曜日の20時から20時50分と、50分間を、やらせていただいてます。はい。常時、協賛協力スポンサーさんを、募集してますので、ぜひ番組を支えてください。はい、皆さんの宣伝もさせていただきますんで、メリットはたくさんございますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、そしたらですね、僕のちょっと紹介からいきます。はい、僕は今この近く浅草の方でローストビーフのお店を五反田から移して、12月の22日から、そこも22が続いてるんですけども、ちょっと曲がりですけども、浅草ドンっていうお店を、始めました。はい。そんなの何か出てきますかね、写真でもね、浅草ドンあたりのが出てたら、大丈夫です。浅草さん。はい。これはちょうどですね、三の鳥の時に、大鳥神社ですね、あそこ近いんで、浅草なんで、そこで、熊手を、ご購入させていただきまして、そこの割り箸のとこに今1000円だけ挟まってますね、今現在は。この時なかったんですけども、はい、まあそんなのでね、1年間ね、いい年になればという形で思っております。今年僕年男なんでね、本当に厄年でもあるんですけども、まあなんとかね、いい年にしたいなと思って。で、他の写真なんかありますか？はい。これがお店の一応入り口のとこなんですけども、はい。はい。こんな感じで、はい。これも金箔入りのスパークリングワインを、オリジナルで作らせていただいて、あと1本しか今なくなってますね。だからまた、造作っていうんですか、なんですかね。作るかどうかは、今また違うもので作るかっていうのを今考えているところです。オリジナルのそのステッカーっていうかラベルも作らせてもらって、まあ僕のキャラがね、載ってるやつなんですけども、まあこんなスパークリングとかですね。はい。他にありますか？はい。今日本酒ですね、これは。純米酒と、大吟醸のこれ4合瓶なんですけど、4合瓶売りなんですけども、これでですね、今ほとんど純米がなくなっちゃったのかな、また取るか、まあ、大吟醸が残って、やっぱりお酒好きな人は純米酒飲みますね、結構やっぱり。でそれをですね、大きな杯で飲んだりとか、そういうことも、うちの方ではパフォーマンス的にやらせていただいてるお店でもございます。はい。あ、これですね、これはね、ポッピングボバ缶って言って、よく韓国で流行ってたそのタピオカに変わるものって言われてたんですけども、粒々が何ですかね、イクラみたいな感覚ですね。プチプチっと潰れて、それが中のこう甘い、キウイとかイチゴとかそういうのが、出てくるということで、その上に生クリームをのせると、まあ、そんなような、感も始めてますけど、ほとんどまだ僕営業してませんので、それに関してはなかなか出ておりません。はい、あとは泣かないですか。はい、これが浅草丼の一応まあ何て言うんですかね、看板になってるその、写真ですね。はい、で酒&ローストビーフ、やっぱりその酒、日本の酒っていうものをですね、日本酒っていうよりも酒っていう言い方はもう今してると思うんですけども、これをですねどんどん広げていきたいっていうこともありましてですね、まあ最近はスパークリングのね、酒もう増えてきてます。まだまだね甘いのが多くてね、甘いのが好きな人っていうかね、女性にはね結構スパークリングが受けるんですけども、なかなかこれもそうかもしれませんね、もしかしたら。はい、銘柄は言えませんけどね、このカードにあるのはね銘柄は言えないですけど、多分祝1年ってやつが多分銘柄だと思いますけどね、多分。はい、違うと思います。はいはい、これ言ったら違いますね、×ですねこれね。はい、でローストビーフですね、これ。はい、でローストビーフの丼が、上の写真です。これ下に16穀入りの、雑穀米も使ってヘルシーに、ちょっと赤身の肉ですんでね、ヘルシーに丼作らせていただいております。下に出てるのが、ローストビーフバーガーですね。これも今いろんな種類があるっていうのはこの盛りの違いですね。はい、スカイツリー盛りっていうのがね 300g バーンとなってると、めちゃめちゃねバーガーの場合 300g はね相当食べるのに苦労しますっていうわけじゃないんですけども、食べづらいです。はい、まあそんなようなね、健康にもね気遣ったような、食材を使いながら、これはまあお酒のあてっていうかですね、おつまみ、ロックな一品料理ね、ロックってロック通りにねお店があるんですよ。皆さん分かんないと思うんですけど、ロック通りっていうのがね、まあドン・キホーテのも近いんですけども、まあ人んちのお店を言っちゃってもいいんですよね。はい、有名な捕鯨船くじら屋さんっていうお店があるんですけども、くじら屋さんっていうか捕鯨船、まあそこの向かい側になります。すぐ本当に向かいです。はい、まあね、北野武さんかな、兄弟子さんがやってるお店ですけども、はい、そこの前で毎朝ご挨拶いつもさせていただいてますけども、はい、まあそんなことでですね、こういうこれは一番上に出てるのがおつまみですね。ローストビーフのおつまみ、その下がまあうちのシェフがお寿司の職人なんですね。でいろんなそのクリームチーズとかね、味噌漬けとかね、そういうのをね1週間つけたりとか、そういう風なこだわりで一応出させていただいております。はい、はい、そんなメニューですね、うちの。はい、あれ、はい、これが僕のキャラクターが載ってる、これはともみちゃんって人がね、デザインしてくれたんですけども、なんか和なテイストで僕がこう着物を着て、タキシードの僕もいるんですけども、これは、浅草なんで、和っていうのを一応テーマに、してます。で今ちょっと右下のところ、ちょっと今あれですけども、卓食って書いてます。これねうちの職人が卓やってんで、卓屋の食卓で卓食っていうのをね入れてあげてますんで、頑張ってますんで、ぜひですね、応援というよりも来店ください。よろしくお願いします。はい。はい。そんなもんですか？はい。あ、いきなりもう、これ宣伝ですね。はい。はいって言われましたね、スタッフに。もうどんどん宣伝しろと。はい。これ2月4日、今週の土曜日ですね。今生で見てる人しかわからないですね。2週間後に、YouTube に載ってもわかんないんですけど、見てる人はですね、ぜひ来てほしいんですけども、今週の2月4日、イベントとしては、03ナイトイン銀座。03じゃないです、これね。おっさんナイトなんですね、これね。でもおっさんってカタカナとかひらがなで書いたら、おっさんしか集まんないような気がしたんで、おっさんナイト、03ナイト。なんとなくかっこよくね、書いてますけども、銀座のコリドーにあるんですけども、新しくできたロイヤルパークホテルの2階のロイヤルパークキャンバスっていう、ラウンジで僕が DJ 入りますんで、ディスコイベントということでやらせていただきます。はい。男性 6,000 円、女性 5,000 円。はい。で、フリードリンク。で、ビュッフェスタイルのフードを出させていただきます。はい。で、ドレスコードとしては赤、レッドを、身につけてきてください。これ何でもいいです。ポケットチーフでも、パンツでも、何でもいいです。パンツ、僕、赤って言ったら全部チェックさせていただきますんで、よろしくお願いします。はい。の人はいないと思うんですけども、はい。まあそんなことでですね、チョコレートをね、女性は1個以上持ってきてください。素敵な、男性に渡してください。いなかったら僕でもいいです。よろしくお願いいたします。はい。まあ、そんなね、楽しい3時間ということで、7時から、これ時間書いてあった、あ、夜の7時から10時までの3時間、ノンストップで、で、景品としても、そこの1階のレストランの、ディナー券、ペア券も出してくれるらしいんで、あとは、その系列のお店かな、PCM とか、そこのお店の、ドリンクとか、あとは、浅草丼からね、丼かなんかの、景品も出させてもらいますんで、ぜひ楽しみにして来てください。はい。まだ募集してますんで、当日、釣り船のないように、現金で持ってきてくださいね。はい。現金があれば何でもできる。はい。そんなね、誰かのセリフ言っちゃいましたね。はい。誰かのセリフだね。はい。まあ、そんなイベントもね、2月4日ありますんで、ぜひ、これを Facebook のね、イベントページでも上げてますんで、フリーで。ぜひ、ご覧ください。よろしくお願いします。はい。はい、僕のイベントは終わりです。あと、僕の本ですかね。そしたらね、僕の案内だとね。はい。僕のここにある本が、もう、2014年に出して、もう、一昔前の本になっちゃいましたけども、まあ僕が、そうですね、もう2000、もう忘れちゃったな、もうな。うん、ステージ4の、とかね、なんかドクターから、ステージ4ってどういうとこだろうな、人生のステージ4って言ったら、もういいとこまで上がってんのかなと思ってね、そっちじゃなかったんですね、それね、逆だったんですね。悪い方の4だったんですね、これね。まあそんなのでね、なんか言われたけど、まあ僕はそういうものを、まあ信じないってわけじゃないけども、信じられない、そういう気持ちがね、なんか逆に自分の気持ちを強くさせてくれたっていうね、まあやっぱりなんか言われたことがね、3択みたいな、3択って僕クイズ番組じゃないのにね、これかこれかこれをどれにしますかと、ね、どれにしますかって言われたって選べないですよね、これはね、人生でね、100ぐらい選択肢があればね、もうちょっと悩んだんですけどもね、はい。まあそんなことでですね、今があるってことにね、感謝してね、やっぱり生かされてるってことですよね。今年やっぱりその還暦迎えることによって、やっぱりその、僕の誕生日が8月の31日なんで、8月の31日にも僕のなんか誕生会を六本木のマハラジャでやってくれるということにはなってるらしいんですけども、その時のドレスコードは赤じゃないですからね、僕の還暦は全員、ブルーか水色かスカイブルーか、それで全員ドレスコードにしますんで、僕は天の弱じゃないですけど、もうブルーで5の青でいきます。赤ってなんか僕はストップ信号に見えちゃうんで、レッドではないです。情熱の赤かもしれないですけども、夏なんでね、ここのこれもみんなブルーっぽいですからね、紫かこれは、まあいいや、そんなねイメージですね。まあそんな感じでですね、ちょっとここのスタジオのこれもさらっと言っとかないとブーイングが来ちゃうんで言ってきます。はい。あ、これ逆。はい。まあ、コロナ対策についても、いろいろね、スタジオの方ではいろんな、関係やったりですね、いろいろ、何ですか、全部読まないとなんて言っていいか分からない。まあ、こんなことをいろいろ気遣ってやってますんで、よろしくお願いします。あと、番組、応援の回も、まあ、いいよと、この番組好きだっていうところはね、ホームページの方見ていただければという感じですね。はい。あと、この番組の最中でもいいんですけど、このツイッターがあります。はい。このツイッターを送って、来てくれたらそのまま僕が答えることもできますし、まあ、このツイッターでぜひアクセスしてみてください。よろしくお願いします。はい、なんか1枚足りなくなった。まあいいか。うん、なくなった。はい。まあそんなのをですね、言わなくちゃいけないっていうことでですね、はい。なんだかんだ言って僕がね、いろいろ話しててもね、早めにゲスト出せとかってね、誰かに怒られそうなので、もうあと数分で、ゲストをお呼びしたいと思いますので、はい。で、僕は一つ言いたいのは、僕はメンタル心理カウンセラーとかも持ってますけども、大人の相談室って一回も相談何もしてないんですけども、僕一つ言えるのは、夢はないんです。はい。目標は常にあるんですね。はい。なぜかというと、目標ってやっぱり、目標っていうのはその1年後のとか2年後の目標なんですね、僕に関しては。はい。夢って多分何かを叶えるために、みんな夢を持つと思うんですけど、僕叶えるまでに途中のプロセスとかいろんなところですごい辛い思いをしてる人たちはいっぱい見るんです。そこで挫折している人たちもいっぱいいます。僕は目標を持つことによって1年後2年後一つ一つの目標をクリアすることによって、まあこういう上の方まで、上の方っていうかやりたいことまでなんか達してるのかなとか、何かとにかく日々毎日楽しく生きていきたい。やっぱりそういう日々辛い思いをして夢を叶えてるのも素晴らしいと思うんですけど、それで途中で体壊してる人たちをいっぱい見ます。やっぱりその日々楽しく過ごすってことが健康の秘訣だと思ってますので、ぜひ楽しくですね生きていけるっていうことが一番いい、楽しく仕事をできるってことにも幸せを感じておりますんで、ぜひなんだやりたくない仕事はやらなくてもいいと僕は思ってますけど、でもやっぱり生きていく上では仕事って大事なので、真面目に皆さんも頑張ってください。僕も一生懸命頑張っておりますんで、はいはい、まあそんなこんなでですね、はいゲストの方をじゃあ、お呼びしましょうか。僕時間オーバーしてるかもしれませんね。はいあ、お笑いが入りましたね。正解ってきましたね。はい。そしたらですね、はい。ね、今、資料がね、いっぱいになっちゃって大変なことになってますけども、はい。ですね、じゃあ、お呼びしましょう。はい。今日はですね、世界的なね、シェフを呼んでますんで、はい。銀座リュークス、はい。山岸一茂シェフです。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。はい、忙しいとこありがとう。こんばんは。こんばんは。いや、本当忙しいとこありがとうございます。はい、1周年おめでとうございます。ありがとうございます。こんなの、まずじゃあ乾杯しましょうか。そうですね。乾杯しましょうか。はいはいはい。いや、もう外れちゃった。じゃあちょっとまだ冷えてますねこれね。はい。じゃあはい。じゃあこれ中身なんだかわかんないですか。あ、泡が出てますね。なんだろう。スパークリングですね。スパークリングですねこれね。はい。じゃあ1周年おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあいただきます。はい、いただきます。スパークリングの日本酒ですねこれね。はい、そうですね。ああ、エンジンがかかりそうだこれから。はい、大体こぼしちゃうからこれね、倒しちゃったりするからよくね、ちょっと一旦こうしときましょう。はいはい。本当ね忙しいとこね、山岸シェフはね本当に忙しいんです。なかなか捕まんないんですけど、本当に今日はね来ていただいて、はい、本当に木野さんの1周年ということで、ありがとうございます。無理やりスケジュールを開けまして、無理やりです。ありがとうございます。させていただきました。いやいや本当にありがとうございます。本当でも山岸シェフとは何年ぐらいですか。5、6年ぐらいですかね。そうですね。ですよね。はいはい。僕の新橋のお店にもね、狭いとこに来ていただいたりね、いろいろありましたけどね。本当そうで、それからちょこちょこいろんなねお店にも行っていたりとか、いろんなパーティーとかいろんなイベントに行くとなんかお会いしますよね。そうですね。偶然この前も僕のねバブリーのイベントにもね原宿に来ていただいたりとかね、本当感謝ですよ。忙しい中でももうちょいちょい来ていただいて、本当にもうね本当感謝しかないんです。お世話になっております。いえ、こちらこそお世話になってます本当に。あ、それで山岸シェフはまあね、もう長年もうねずっと料理に携わってきてるんですけど、はい、小さい頃って何を目指して、何小さい頃ってどこまで小さい頃からですけどいや僕も今ずっともう40年ほど、まあ料理の方の40年ですよ皆さん、まあ仕事をしてるんですけど、まあ学生の頃はです、高校生まではロックバンドやってました。ロックバンドですか。ロックバンドやってまして、もうそれでもう世界で有名になるんだと、そういう夢はあったんですね。でまあ一応まあ事務所にも所属して、まあレコーディングもしたんですけど、なかなかその出ないと。なるほど。たまたまその時ポリオールレコードで録音してたんです。あ、そうなんですね。隣のスタジオで泉谷しげるさんがなんかレコーディングしてましてそうなんですよ。でいろいろしたんですけどなかなか出なくてですね、でいろんな有名な方の前座をやったりとかしてまして、なるほど。ただまあそんな中でうちの母親からやっぱり手に職をつけなさいと、はい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 、そうすれば一生それで食べていけるから、あなたは大学行ってね勉強する、勉強大して好きじゃないんだからだからもう技術を身につけなさいと、それが一生の財産になっていくと、そういうふうに母親から言われまして、その料理の世界に飛び込んだといいますか。母親の助言があったってことですね。それはそこでその音楽からも切り替わったわけですね。そうなんですよ。ああ素晴らしいですね、母親のその助言っていうのが素晴らしいです。それで今あるわけですね。そうなんですよ。うわすごいですね。だから皆さん人生ってわからないですよ。どこでどう変わるか。でもそれ決断も大事ですよね。そうですね。ずる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 自分ダメだなと思うとこでもやっててもどうにもならないんだったら何かね。そうです。だからそういうヒントをもらえるとか、そういうのってすごいいいことっていうか素晴らしいですよね。はい。いや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 、ロックバンドですよ皆さん。え、ちなみに何を？ベースです。あ、ベース。ですか。今も今は、まあ、一応家にベースありますけど、うん、もうことはないですよね。もう何十年も開けてないんで、多分弦も錆びてて、たまに生ギター弾くぐらいですね。あ、家でそうです。あ、弾くんですね。まあたまにですよ。いやいやいや、すごいです。僕はコードが覚えられなかった人ですから、もうコードが分かんないから、ドレミファソラシドはできるんで、サックスをちょっとかじったりとかね。はい。で、今ツイッター来ましたけども、これご存知ですか？このコーヒーですね。コーヒー屋さん、夢とやコーヒーさん、新潟にある、新潟の、はいはい、焙煎師ですね。あ、焙煎師さん、楽しみしてますってね。高浜ひろみさんというですね、はいはい、荒川さんからですね。はいはいはい。今度イベントをやるんですけど、まあその時もMC で参加していただいてますけど、はい、高浜さん見てます。はい、どうもどうも、楽しみしてください。楽しみ、もう楽しんでますよね、もうね、多分ね。はい、ありがとうございます。はい。そうですね、ロックバンドの話はそれまでにしておいてですね。はい、今銀座の方のそのお店、ね、見た方がわかるかな、皆さん。なんかお店のちょっと紹介でちょっとありますか？まだ準備ができてないって。はいはい。これはね、ザ・リュークス銀座さんのザ・リュークス銀座ですね、はい、お店なんですけど、なんか写真とかあります。まあ結婚式とか、あとまあいろんなパーティーだったり、まあ何でもね、会場が中に、これ結婚式、そうですね、これはチャペルですね。チャペルですね。はい、チャペルがあったり、あと衣装室があったり、あとブライダルの会場がですね、3つあったり。素晴らしいですよね。いいですね、このゴージャス感ね。昔思い出します。で、週末はブライダルをやってますけど、ウィークデーは空いてますので、いろんなイベントですね。メーカーさんですとか、あとアパレル系のメーカーさんですね。いろんな、あとワインメーカーさんですとか、商社さんの方のいろんなイベントで皆さん使っていただいてます。はい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 。会場もいくつもあるんですよね。大小中、大中小か、3つありますね。3つ、はいはいはい。だからその人数に合わせた内容で、この人数で会場はね、選べるっていうことらしいですね。はいはい。あとピアノのある部屋もございますので、例えばピアノとウッドベースとフルートとかですね、あとオペラのイベント、音楽のイベントもいいですよね。やったりしてます。あとファッションショーとかも最近よく使っていただいてますね。はい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 。なるほどなるほど。もう年齢に関係なく使えるっていうことですもんね、本当に。はい。あとね、お昼はね、女性同士の、いわゆる女子会ですね。女子会、はいはいはい。アフタヌーンティーであったりとか、はいはいはい。そんなこともやってます。はい。もちろんたくさんのスイーツもいっぱいありますもんね。はい。そうですよね。もういかようにもウィークデーは使用できますので、皆さんのニーズで使っていただければと思います。なんか自由にこう組み立てできるのってすごい嬉しいじゃないですかね。いや、いいですよ。自分の色でできるってことですよね。皆さんぜひですね、予約入れてください。はい、ぜひお願いします。はい。そんなね、素晴らしいお店ですけども、今のお店はもう何年ぐらいそこで今？私が始めましたので、今8年、9年目ですね。9年、はい。すごいですよね、本当に。で、おかげさまで今ブライダル、ここ3、4年コロナの影響もありましたですね。よその結婚式場さんですとか、ホテルさん結構キャンセルが多かったりするんですけど、あ、ですよね、本当そうそう。でもうちはおかげさまでキャンセルはそんななくですね、延期はありましたけど、皆さん喜んでご利用いただいております。なるほどなるほど、素晴らしいですね。そういうこのお店のなんかコンセプトみたいなのがあるんですか？今最近なんていうんですか、ドクターとよくですね、お医者さんですね、お医者さんとのイベントが多くてですね、衣食住同源という形で、私の方もどちらかというとヘルシーなフレンチを提供してます。なるほど。やっぱりそうですね、食大事ですからね。はい。また来ましたけど、知ってますか？エミさん、よくうちに来てくださるお客様。あ、そうですか。エミさん、はい、ありがとうございます。いつも銀座のお店美味しいです。ね、お店食べちゃってんですかね、これ。お店が美味しいです。いいですね。もう胃袋をね、掴むシェフですからね、もちろん。ありがとうございます。はい。衣食住同源ということで、ドクターも今入っていただいて、あと生産者の方、あと住の方でやっぱいろんなメーカーさんですね。はいはいはい。アパレル系のメーカーさん。洋服であったりとか、そんな方とも今ちょっといろいろコラボして、後で詳しくこれはね、また説明させていただきますけど、やっぱり私なんかも、私っていう言い方初めて言ったな、なんかどうちゃったの、女性になっちゃったらおかしいな、僕って言ってんだけどいつもおかしいな、まあいいや。本当にミスコンとかミセスコンテストとか僕もやってますけども、まあ、そういうやっぱり美的意識の高い人たちがやっぱりコンテストに出たり、まあファッションショーもそうですけどね、うん、もちろんそういう美的意識の低い人が出ないわけではないですけど、もちろん出ることによってやっぱりそういうのをアピールしたりとか、はい、でやっぱりその僕なんかもそうですけども、あの病気を経験したりすると、うんすね、やっぱりそれをね、未病っていうのが一番大事だと思うんですよね。はい、未病に防ぐってことがやっぱり食ですよね。うんはい、で日本のその食文化っていうか食が今、まあ、あの海外の人から見たらこう危険だとか、うん、結構悪いもの食べてるとか、はい、添加物とかね、うんうん、いろんなねよく聞きます。だからやっぱりその、うんうん、皆さんもその安心だと思わずね、いろんなね、あの普通にねジャンクなもの、まあ、たまにはいいんですけどね、全然、はい、まあ、あのどこまでジャンクっていうか分かんないですけど、うん、でも よくその食事っていうのを気をつけていかないと、うん、後で高いものに高くついちゃうってことですよね、病気になったりすると。ですので最近はですね、衣食住同源ということで、はい、あの病気にならないための食事ですね、うん、それを今ちょっと推進してます。ですので野菜もちょっと後で出ると思いますけど、あのいろんな JA さんと協力してですね、生産者の方が本当にこだわってる野菜で、ね、形はいいんですよ。きゅうりも曲がってていいんですよ。とにかく美味しければいい。安心安全。そうですよね。農薬も極めてもう減農薬で、もう安心安全なものをですね、これからもうあのちょっとそういった生産者の方から仕入れて、それをあの豊洲の市場からうちの店もそうですけど銀座からこう発信していこうと思ってました。ああいいですよね。はい、銀座から発信っていいですよね。はい、本当になんか逆に安心できる感じがしますよ。はい。はい、でも本当その今ねやっぱり日本ってその、うん、いいものだけをこう出荷してたとかね、はいはい、いう形でなんか、見た目にとらわれて、はい、っていうのはありますよ。見た目が良ければ高く売れるみたいなね、何かちょっと違うんじゃないかなっていう、だんだん今皆さん分かってきたっていうか、はい、そういう時代になってきてますよね。でやっぱりその今自給自足っていうか、はい、皆さんがねこのコロナ禍で自分でね、うん、あの畑をやったり、うん、そういう人たちも増えてきてるんですよ今ね。もしくはその地方に行って、うん、自分の畑を区間一区なんか借りたりして、はい、週末ねそういう行って借り取ったりしてる人たちも、はい、首都圏の人たちも楽しんでるっていうのも増えてきてるみたいですよね。はい、で僕もさつまいもをね、あの一時ちょっとやってまして、さつまいもでさつまいも今スイーツも結構ねあの流行ってるみたいですけど、一時っていうか本当に一時ですよ。埼玉の方の小川町の方の畑に行ってで苗を植えてで畝を作ってで秋に収穫してでいろんな何ですかシルクスイートだったり紅あずまだったりいろんな今いっぱいありますよね。でハロウィンスイートスイートってのもあるんですよね。大根みたいで中がオレンジなんですよ。あれ不思議ですよね。そんなに甘くなかったですけどねあれはね。はい、まあそんなことでね僕もねいろんなその農業っていうのにね携わっていきたいなと思って、で僕の周りでやっぱりその農業に携わってる人が結構いるんでいろいろ情報はもらってるんですけど、なかなか僕がそこに食い込めてない。でも今年はやっぱりそのいろんなことにチャレンジしていきたいと思って、還暦の年はねやっぱりチャレンジするんですよ本当に。還暦ですよね言っちゃいました。さっきから言ってるから、さっきから水色でっていうね、あの僕の誕生日っていうの8月31日、今頃言ってたってみんな忘れちゃいますよね。はい、まあそれはどうでもいいんですけど、はい、で一応ですねその山口シェフの方の、はい、今先ほどねまた戻りますけど話が、うん、ブライダルの方の話だったと思うんですけど、はい、一応ちょっとイメージビデオみたいなのがあるんでちょっと流してみましょう。はい、1分ぐらいなんで皆さんちょっと見てみてくださいね。どうぞご覧ください。はいはい皆さん見ていただきました。はい、なんか皆さん見てどう思いますって分かんないですよね。リアクションが分かんないですもんねいやでもね独身の人はなんか結婚したくなっちゃったとかね、そういうなんか感じ受けるんじゃないですかね。僕も一度は結婚してますからね。これはい、次いつあるか分かりませんけども、ないかな。まあね、分からないですけども、でもあまりなんか人の結婚式なんか行ったりすると、自分もこうなんか結婚したいなとかって思ったりしますよね。なんかわそうですよね。ウキウキしてなんかやっぱりなんか前全て前向きに、まあ人の結婚式って下向きになる人はあまりいないと思うんですけどね。なんだ結婚しちゃったあいつとかね、そういう寂しい気持ちはあるかもしれないですけど。まあ2度3度4度目ぜひうちでやってください。いや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 2度3度4度いや2度目あったらいいかなぐらいな感覚でね、その時はぜひよろしくお願いします。本当に。いやーでもね、本当いろんなね形での今結婚式ありますけどね、いろんなスタイルでできるんですよね。できます。だから本当に好きにいろいろやっぱり打ち合わせして組み合わせでいろいろできるっていう話なんで、ぜひです。ブライダルに限らずいろいろね、相談があれば、ぜひ相談に行ってくださいね。で最近ね、ビーガン料理って皆さんビーガン、ビーガンが結構流行ってましたけど、まあ流行りと言いますか、まあ前からベジタリアンとかはあったんですけど、うちも今美味しい野菜をですね、もう全国の生産者の方から集めてましてですね、美味しい野菜今たくさん集まってきてます。なるほどなるほど。だから野菜だけでコース料理を組むこともできますし、スイーツも全部野菜で作ったりとか。したりしますね。だからビーガンは今、そうですね。今どんどん進化してますので、うちも肉の代わりにまあこういうものを使ったりとか、大豆を使ったりとかですね。いろんなことをしておりますので、ぜひまたそういう方にも。はい、ご利用いただけると思います。はい、で、全然冒頭に喋んなくちゃいけなかった山岸シェフのね、この経歴的なもの。はい、これは僕全部読んだ方がね。ああ、はいはい、お願いします。はい、僕はね、目が細かい文字ですけど。はい、僕ざっと棒読みでもいいですか、これ。はい、はい、お願いします。今日の冒頭にあったんですけどね、山岸シェフの、紹介させていただきます。はい、ビストロダルブル総料理長に。史上最年少で就任しました。はい。ちなみに24歳でした。24ですよ。はい。後にね、パリ三つ星店ギーサボアはいとトゥールダルジャンはい発想がねすごいですねこれだけなどのね店舗で修行されておりました。はい。で日本に帰国後ザ・ガーデン東京ジョンブはい。でレストランゾーンなどの総料理長に就任、歴任ですかね、国内のね、フュージョン料理の先駆者として活躍、素晴らしいですね。で現在はリュクス、銀座レーブ、エグゼクティブシェフ、ね、まあトップですね。アミティエ株式会社、代表取締役、FICコマンドール勲章叙勲ですね。これイタリア、これどういうことですか？イタリア共和国ですね。イタリア共和国の勲章をいただいたという素晴らしいですよね。はい。それと芸術文化勲章、これフランスですか？フランス共和国ですね。素晴らしいですね。でワールドマイスターの勲章叙勲、これはイギリス。もうだからもう本当にイギリス王室ですね。はい。まあこういうようなね経歴を持って今があるんですけども、本当でもこういうふうなね賞を取るのにもすごいもうすごい苦労あったと思うんですよね。ですよね。皆さんに分かんないぐらいの本当に。いやってよく言われるんですけど、周りからそうよく言われるんです。ですよ。あんまりやってる本人はその当時ですよね。例えば今から30年ぐらい前とか、もう大変な職業なので、大変な仕事なので、まあ当たり前かなと。もういろんなことありました。今もしあれをしたらですね、すぐパワハラセクハラでやられます。でもそれはそういう時代ですから、それはまあどんなね企業でも何でもそういうパワハラセクハラもう何でもモラハラ何でももう昔はありました。でもそういう僕と同じ世代なんで、まあそういう世代で育ってる人たちなんでみんなだから本来はまあそういう人たちは今トップとかね、上司にいるわけですけど、昔自分たちがねそうしてきたことをね、社員にはできないんですよね今ね。なんか守られてますよね今。だからもう柔和っていうかその柔らかいっていうか、まあなんかなんですかね、叩かれたらもう潰れちゃうようなそんな人たちばっかりができちゃってるっていうか育ってるのかな。ただでもうちのスタッフも女性いますけど、はい、女性スタッフの方がね割としっかりしてますね。だから男子より女子の方が今こうなんか男性はねちょっとねへこむちょっとこうちょっと強く言うとへこんじゃう子が多いですね。装飾系と言いますかね。やっぱりそういうのが叩かれてきてないですから。で大会系にいた人はまだいいんですよ。空手部やってましたとか、サッカー部でしたとかって人はまだいいんですけど、特に文化系のね男子は弱いですね。女子の方がもちろんほら力とかね腕力とかはほらあれですけど。やっぱね、気は強いと言いますかね。なんか結構もう私やるんだと、なんか心に決めたらもうなんか突っ走るみたいな。なんかそれはね女性の方が強いのかなって感じは。僕も見てて思いますね。思います。もうだからもう本当に叩かれてこないとね、本当に男性もね、なんかもうぬるま湯に浸かってね育ってきちゃってるのかな。本当にぬるま湯だら熱いお湯に浸かってね。そうですね。そんな芸人がいましたけどね。ネットコマーシャルでね、あちゃーと。実際暑いかわからないですけども、でももうなんか本当にそういう何かもっとね、自分がもう体感っていうかしてもっとなんかそういう叩かれてね、もう何クソっていうね気持ち、もう何かあったらもうじゃあやめればいいやとかっていうね、そういう子たちが多くなってきちゃってるんで、なんかこう寂しい、今後日本大丈夫かともね僕は心配しますけども。だから僕らの時はまあそういう時代でしたんでね、例えばほら先輩から怒られたりするじゃないですか。でまあもちろんそれ入って聞くんですけど、絶対こいつ何年か後にね追い越してやるぞと、ざけんじゃねえよみたいな。でもそういうのあったんですよね。ですそういう時代です。今の子たちはじゃあいいですってなっちゃう。いいですじゃないだろうっていう僕思っちゃいますけど。もう少しでもねその先輩で仕事いっぱい覚えて絶対こいつ追い抜いてやるぞとっていうのはいつも秘めてましたんで。ですよね。その常にやっぱりハングリーな気持ちがないとやっぱり上に立てないというか、上に越せないですよね、本当に。だから上に皆さん行きたいと思ってないのかもしれないですけど、なんかねがむしゃらにってのはないですね最近はね。別にダメならダメでいいやみたいな。そうですね。だから僕さっきも言おうと思ったんですけど、当たって砕けろっていうね、昔まあとりあえずやってみてダメならね、ダメなやり方を考えればいいわけですよ。そうですそうですね。で今の子たちはダメだろうっていうね自己否定感っていうかねが強すぎるんで、多分そうだろうとか自分の中でもう判断しちゃって、それ例えばまあ話がどうかわかんないですけども、女性をこう口説くとかそういう時だって「あこの子僕に無理だから」って言って行かないで終わっちゃうね。僕なんかの時はもうその時代は行ってああダメだったらいやしゃあないごめんなさいじゃないけども、それはそれで次行けばいいやとかね、そういうのあったけど今そういうのってないんだろう。自分の中でもうそういうのを判断しちゃってるから、なんか逆にもったいないなっていうか、本当に自分が思うことを貫くか通すか何かやれるまでやってほしいですね。そうですね。なんかそのなんていうんですかね、もうこれあってまあこう突っ走るみたいなねないですよね。はい。まあそんな話ばっかりなんであれですけども、はい。で山内シェフの方から、はい、ここら辺のちょっとね僕目がちっちゃくて見えないんで、はい、これどこまで僕言ったらいいですかね。これを説明を今本当にさっき衣食住道元とか言ってて、いろんな方をねやっぱりの病気にならないためのね食生活食文化っていうのをね日本から海外に発信していきたいということでですね、山内シェフから僕もらってるんですけど文章が見えないんですね、小さすぎてね。もうここはね山内シェフから喋っていただきましょう。わかりました。あと出した方がいいですかこれ送ってるこんなのもしやる人は出していただいて。はいじゃあこれでちょっといきましょう。それ見ながらいきましょう。はい行きましょう行きましょう。はいじゃあずっと送って下に。はいはいどうぞ。天の恵みということなんですが、はいこれJA さんですね。JA 静岡。静岡。沼津港のですね。いろんなそのミネラル分ですね。それから右の方を見ると富士山があって、富士山の源流のこう水が流れてきてる。で山の上に畑があるんですよ。で丘の上にある畑がある。で実際これ農家のさんからしますと、普通畑って平地なんですよ。ですからトラクターが入ったりするんですけど、これあえてその山の上で作ってる丘野菜みたいな、坂野菜とも言うんですけどね、山の上で作ることによって非常にこう手間がかかるんですよ。で収穫する時も全部手作業なんですね。だからそのねいろんな今いろんな毎月いろんな野菜が出てくるんですけど、その沼津港のそういったミネラル分です、海のミネラル分とあと富士山の源流ですね、そういったのがもう土にもう栄養が入ってますので非常に甘みが強い。これ送ってた方がいいですか。どうぞ。じゃあ下上げてください。で生で食べても非常に美味しいんですよ。で僕最初いつもね野菜を選ぶ時には、うん、一回生で食べるんですね、うん、もう白菜でも何でもそうなんですけど、はい、今回白菜を使ってるんですが、はい、生で食べるんです、はい、こうしてそれを食べた段階でじゃあ焼くのか蒸すのか煮るのか、うん、そこで決めていくんですよ。うん、なるほど。でえぐみも美味しいですし、かなりやっぱ甘みが強いですね、はいはい、ミネラル分が多いですから甘みが強いです、はいうん、でこれ今進めてるのは何野菜っていうこれはですね、箱根清六野菜っていうんですけど、清六野菜っていう今ブランドでこれから今度豊洲市場にもうドーンと野菜がたくさん届きますので、はい届きますので、それをですね豊洲からうちの銀座もそうですけど、今たまたまドバイですね、中東のドバイから日本の野菜を使いたいというオファーが来てましてですね、これからですねドバイとか中東のスーパーマーケットにも日本のそういったお野菜が並んでいくと思います。はい。それで今出てますゾーンダイエット、これはハリウッドダイエットって言われてまして、マドンナさんですとかブラッド・ピットが普段食べてる料理なんです。433って黄金比率がありましてですね、4が炭水化物で3がタンパク質でもう3が脂質なんですよ、脂肪ですね、脂質。その433の割合で全てその料理を構成してます。そうすると脂肪燃焼型の体質に変わると言われてまして、一生を通じてその体型を維持できるというふうになってます。なるほどなるほど。それがゾーンダイエットですね。それはうちの銀座のお店でもザ・リュクス銀座でもブライダル料理に入れておりますので。なるほど。433ですね。433です。はい。それでやっぱりやっぱりお野菜。フルーツもそうですけどね、やっぱバランスよく料理を召し上がっていく。それが一番体によろしいと思いますので。はい。ずっとはい。白菜ですね。白菜、白菜が有名なんですね。山の丘の上に白菜をこう栽培してます。が有名なんですね。これ三谷白菜です。三谷ですね。はい。なるほど。白菜。白菜って僕茨城がね結構日本一だって聞いてるんですけど、こういうのもねあるんですね。あります。はい。これからどんどん三島のそういったお野菜が出てきますので、清六野菜ですね。はい。三島です。三島ね。三島清六野菜ですね。三島すごいですね。これがね豊洲市場からどんどん一般のスーパーにもこれから流れていきますので、皆さん覚えていてください。これが出てきたらぜひご購入くださいね。ぜひぜひ。はい。で毎月毎月いろんな旬のものがどんどん出てきます。非常に減農薬で体にも優しいです。まあそれみんなが求めてるもんですよね。女性含め男性もそうですけどもね、もちろん。はい。すごいですね。調理してるとこもねいいですね。今回白菜を使いました薬膳風料理を作りまして、白菜のステーキですね。白菜ステーキ。はい。なるほど。丸くこうくり抜きましてですね、炭で焼いてます。炭で焼いてですね、でブロッコリーも有名なんですよ。ですんで白菜ステーキのブロッコリーソース、ブロッコリーでグリーンのソースを作ってますね。そちらに薬膳仕立てですので、クコの実とあと和だしを使ってですねソースを作ってありますね。すごいですね。僕も少し料理やりたくなりました。これもどちらかと言いますとビーガン料理になりますね。ビーガンですね。ビーガンです。なるほど。一食同源って書いてありますよね。そうですね。先ほど言ったようにね、白菜のステーキとブロッコリーソースの薬膳仕立て。もう少しずっと言っていただいて、もう一つね料理があるんですけどね。次ですか。これ里芋なんです。里芋、根菜入りも非常に有名で、これはこの里芋をですね、コーヒーでマリネしてます。コーヒーですか。先ほど来ました夢とやコーヒーですね。これ私の好みの焙煎で豆をローストしました。そのひいた豆で里芋をマリネして低温調理してます。なるほどなるほど。これもビーガン料理ですね。でそのコーヒーを使ったソースで。なるほど。コーヒーを使ったソース。召し上がっていただく。気になりますね。感じです。はい。なるほどなるほど。でこれが5階のお店ですね。5階ですね。フロアいくつあるんでしたっけ？3フロアあります。3フロア。はい。これ5階のお店でいろんなもう2名様からこちら対応できます。2名からです。はい。いいですよ皆さん。行ってください僕と。違った。でちなみに今ランチもディナーもですね完全予約制になっておりますので、はいご連絡いただければと思います。皆さん予約取っていってください。はい。はい、素晴らしいですね。でも箱根ね、このね、三島、三島清六野菜、静岡から発信していきます。静岡じゃない、静岡から銀座から発信ですね。はい、ドバイにも入っていきますよ、野菜が。はい、日本から。本当に皆さんね、健康にね、気使ってると思いますけども、うん、気使ってるっていう割には別に普通に何も口だけの人、僕です、はい、僕です。はい。なんとかね、やっぱりこういう何かのきっかけでね、頑張っていかないといけない。頑張るっていうか、頑張るってことは多分続かないと思うんで、はい、うん、自然にそれを取り入れていくってことがいいんでしょうね。やっぱりね、それがルーチンになってれば楽なんでしょうけどね、本当に。はい。はい、まあ、そんなので、ちょっと告知。イベントの告知をね、はい、冒頭にちょっと出してなかったので、これです。はい、じゃあ説明をください。こちらですね、2月の14日、はい、バレンタインの日にですね、まあ、チョコレートも出すんですけど、イタリアワインですね、ビーノワイン、うん、いわゆる有機ワインですね、はい、まあ、スプマンテ、まあ、フランスですとシャンパンですね、うん、スプマンテと白ワイン2種類、赤ワイン2種類、はい、でイタリアン料理でちょっと今回そのラインナップしました。でマルコ・モリナリというですね、これ世界パスタチャンピオンなんですよ。もう不動のチャンピオンずっとやってましてですね、で彼も一応来てセミナーみたいなのをやりますんで、トークショーをやります。で彼の作ったパスタもそのコース料理の中に入ってきますので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上、まだ若干お席の方ございますので、早めにね皆さんぜひいらしていただければと思います。世界のパスタチャンピオン来ますよ。世界のシェフもいますよ。本当にぜひご予約お待ちしております。はい、ぜひぜひあと他のイベントありました。これは2月の14日ですね。で、その次の月の3月の14日にもですね、こちら今度ね、フランス料理と野菜寿司。野菜寿司。それのイベントをやります。で、その野菜寿司にあったですね、ワインをですね、ソムリエがセレクトいたしまして、こちらもシャンパン2種類。白ワイン2種類、赤ワイン2種類、それに合ったその野菜寿司、例えばブロッコリーの野菜寿司に合ったフランスと同じフランス料理、アスパラガスのお寿司にとそのアスパラを使ったフランス料理、そんな感じでお出ししていきますので、音楽の方はですね、津軽三味線をですね、今回その BGM で実際に三味線の方が来てですね、三味線を聴きながら野菜寿司とフランス料理を召し上がっていただくというイベントになっております。素晴らしい。これを見ていただいてる MC じゃないですか、もしかしたら。MC ですね。そうですね。先ほど来ましたね。先ほど来ましたね。イメテアコーヒー、焙煎士ですね。焙煎士の今回 MC をね担当していただきます。見てますか？見てますね。多分。はい。皆さん楽しみにしててください。ぜひ早めにね埋まっちゃいますからぜひこれを見たらすぐ予約を入れてください。はい。よろしくお願いいたします。これ告知2つでしたっけイベントが2月14日と3月14日ですね。はい。ぜひですね。銀座に足を運んでみてください。ぜひお待ちしています。いますんでね。はい、何か分かんないことがあったら聞いてくださいね。はい、ぜひね、本当に。いやー、なんだかんだ言ってね、時間がだんだん短くなってきましたけどね。あと何か告知ありますか？あとはね、今度木野社長といろんなね。イベントいろいろそうです。はい、いろいろちょっとやらせていただきますんで、山木さんとこのねお店もちょっと利用させていただいたりして、なんかみんながね楽しい、まだ来ましたね、楽しくねやっぱり生き生きとねできるようなもっと日本にねなっていければと思いますね。はい、また来ました。はい、はい、高浜さんからですね。あ、ですね。はいはい。あ、ね。MC の。僕、またおまけですね。いや、僕おまけです。はい。素敵ですよ。素敵ですよ。俺がチェック。はい。まあ、ね、ありがとうございます。皆さんね、ツイッターいただいて。はい。はい、ありがとうございます。まあ、そんな感じでだんだんね、時間もね、なくなってはきてるんですけども、まあ、ぜひですね、本当に銀座にね、銀座って言ったらなんかもう高くても入れないじゃないか、そういうのをね、なんていうかな、なしでね、もう入れるようなね、お店ですんで、気楽にね、誰でも来れます。気楽に来てくださいっていうようなお店です。でもね、素晴らしい本当にね、お店です。なんか行ったら本当にこう、なんていうのかな、ゆっくりくつろげる、すごい真っ白な空間なんですね、あれが。本当、うん、もうぜひ来ていただいてゆっくり食事も楽しんでいただいて、はい、もう心身ともに健康になっていただいて、あ、そうです、そこなんですよね、はい、道元っていうのはね、本当にそうです、そうです。はい、まあそんな感じでですね、ちょっと最後に僕の方の告知ですかね、はい、これからね、はい、まあ今日でね、本当に1周年ということで、うん、25回目今日でね、はい。25回一生懸命喋っております。はい。そんなことで1周年を迎えて、うん、で次回が2月の15日ですかね、確か。はい。その時にね、まだ出ていただける、ゲスト決まっておりませんので、ぜひ出たい人は手を挙げてください。足を挙げててもいいし、なんか僕に連絡ください。はい、で、また番組を支えていただける、はい、スポンサーさんとかですね、協賛いただける方いましたら、なんとか続けていけますんで、ぜひ、誰もついてないんで、僕、ぜひよろしくね、結構楽しい番組なんで、ぜひですね、ぜひ。で、これ2週間後に、アーカイブで YouTube 上がりますんで、出たい人もずっとそれ残りますんで、YouTube で楽しんでも僕に5分抜けてって言えば5分抜けます。そしたら一人で5分間喋れます。そうしたら自分のね、あれになりますんで、ぜひ。まあそういうね、応用も聞きますんで、ぜひ何でも言ってください。はい。そんな感じで時間もいっぱいみたいですね。はい。じゃあ今日本当に山口シェフありがとうございました。皆さんありがとうございます。またお会いしましょう。